嬉しい、もう皆さんの声で元気をパワーをいただきます、今日はですね町田の、この鈴木楽器さんで、歌わせていただけるということで、久しぶりでございまして、前回は命さらしてもという作品でお邪魔をさせていただいてですね、久しぶりの、鈴木楽器さんでございます。ありがとうございます。そして、皆様、暑い中というか今日はちょっとマシかなと私の中では思っていたんですが、暑かった、という感じですが、暑かった、暑いです。今日は、はい、暑い中ねお越しいただきましてありがとうございます。このお時間精一杯に歌わせていただきます。皆様と楽しいお時間を過ごさせてください。塩の香りです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今大阪弁も聞きたいなと聞こえてきました。はい、大阪弁ね、マイクを持つと大阪弁が出ない。なんでなんでしょう。偽物じゃないですよ、私大阪人です。コテコテの大阪人。ちょっとあのポロポロと大阪弁が出てくるように意識したいと思います。ちょっとイントネーションだんだん変わってきたと思いません？変わってきた。なんでやねんとかは言いませんけど、はい、はい、でもね大阪弁がちょこちょこ出てくると思いますので、お聞き逃しのないようにぜひ、はい、今日は聞いていただければなと思います。塩の香り、9月4日に新曲発売になりました。雪晩歌ということで今聴いていただきましたが、とってもかっこいい作品、こうもうずっと続けてありがとうございますね。かっこいい作品を、いただけて、すごくなんか自分の中でもですね、一曲一曲歌っていくたびに、なんかこの曲がなんか馴染んでくるというか、ドラマチック演歌を歌う塩の香りというのがですね、皆様に、浸透すればいいな、馴染んでいただけたらいいななんて思いながら、頑張って歌っております。今回も女性の強さというか覚悟のようなものもすごく感じる、作品です。その中にも弱さだったり苦しさだったり悲しさだったり、そういった部分もですね、皆さんに感じていただけるんじゃないかなという、曲です。今日は男性の方もねすごく多いんですけれども、ぜひ女性の方はもちろんのこと、男性の皆さんも歌ってみてください。シーンとしましょう。なんでやねんとか、いや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 、ありがとうございます。ぜひ男性の皆さんも歌っていただけるとね、なんか違ったかっこよさを、はい、感じられるんじゃないかななんて思いますので、よろしくお願いいたします。ではなんか今日ねこう皆さんの顔を見てるとなんか嬉しくなっちゃって、すごく嬉しいんですけれども、ぜひちょっとずっと喋りたくなるんですよ。だけどね、喋ってるとね、いつもね、長い長いって言われて、いらない話とかをしちゃうので、しっかり今日は歌をお届けしたいと思っております。続いてはですね、雪晩歌のカップリングの曲でございまして、運命と踊りましょうという曲なんですが、ジャズバラードです。はい、今までの塩の香りにはなかった世界観を描いていただきました。歌っていても、あ、なんか素敵な女性になってるんじゃないっていうような気持ちにさせてくれる、そんな一曲です。聴いてください。運命と踊りましょう。運命と踊りましょう、聴いていただきました。今日は先ほども久しぶりにお邪魔しましたっていうお話をしましたが、無事に町田駅に着きまして、そう、よく電車乗り間違えるんです。着いた、安心をしまして、で時間がねちょっと気持ち早かったんです、予定時間より。で、あ、着いたなと思って改札を出たら、あれ、ここはどこだろう、いつもと違う風景が広がってるという、なんか何度か、はい、お邪魔している時の改札とおそらく全然違ったんですね。で、わかんないんだよ、携帯アプリをこう見ながら、おそらく5分ぐらい立ち止まったまま探しておりまして、でも外に出たら何とかなるだろうと、外に出たらアプリがねちゃんと教えてくれたので
無事に到着したんですけれども、普通皆さんこちらの何ていうかな、何口、南口から、私も南口には出たんですよ、はい、でもなんかこっちから皆さんこれ来ますよね。南口の2番って書いてあったよ、店は。あ、本当？1番、2番ってこと。1番に出たんだ。そうでしょう。そうでしょう。そうです。はい、そうみたい。で、ぐるーっと回って、なんか反対方向から私登場しまして、はい、あれあれあれってなってたんですけど、無事到着して時間も間に合ってよかったなと、安心しておりますが、今日ね、茨城からも。今、何時間かかるんですか？4時間ぐらい。4時間？待ち時間も入れて。待ち時間も入れて4時間、ありがとうございます。嬉しい、もう私が迷ってるところじゃないですよ、もうねえ、そんなに時間をかけてありがとうございます。他にもね、遠くからもしかしたらお越しくださっているんじゃないかな。何時間か、2時間半ありがとうございます。もう嬉しい、どうしよう、もう本当ね、先ほど、ね、おっしゃってたように、もう大阪に帰る時間ですもんね。私が、そうそう、新幹線ですよ、電車では帰らない、はい、大阪にはね、やっぱり2時間半で、やっちゃえば2時間半で着きますからね、行けるぐらい、ありがとうございます。まあ、今回関東キャンペーンが3日間続きまして、今日最終日なんですけれども、今 お話をさせていただいたお二方は皆勤賞でございました。ありがとうございます。ねえ、本当ありがたい。こうして私も関東の方にはですね、大阪出身、大阪、ね、生まれ大阪育ちですけれども、今よくちょこちょことこう関東にお邪魔させていただいて、皆さんとも、ね、久しぶりにお会いする方ももちろんいらっしゃいますけれども、お会いすることができて、こう応援に駆けつけていただいてっていう、その幸せを毎回こちらに来るたびに、関東に来るたびに感じております。いろんな地方もね、回らせていただいてますが、ぜひ、これからも応援したいなと、会いに来たいなと思っていただけるように、頑張っていきますので、ぜひぜひ、潮の香り、帰ったらもう忘れたと言わずに、ぜひ香りちゃんと、香りんと、常にですね、また心のどこかに残していただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたします。では、今日オリジナル曲の中から、どの曲を歌おうかなと悩んでおりましたが、続いての曲は、前作白夜行を聴いていただきたいと思います。白夜行では鈴木楽器さんにお邪魔することができなかったんです、はい、でもすごくいい歌だねとね。言いました言いましたとそう、すごくいい歌だと、ありがとうございます。 CD もそう、前回お邪魔できなかったから、そうなんです、白夜行すごくいい歌です。もちろん雪晩歌もすごくいい歌ですが、はい、こうね、素敵な曲ばかりいただいているので、どの曲をと悩むところですが、今日は白夜行をお届けしたいと思います。では聴いてください。よろしくお願いいたします。皆さん、今日は思いっきり叫んでください。カオリン、カオリン、優しいカオリンでした、今、ありがとうございます。白夜行、ね、お届けをさせていただきました。ありがとうございます。さあ、今もカオリンコールを言いましたが、歌の中でもぜひ言っていただこうかなと思います。最近はですね、もうカオリンとカオリン、カオリンと言っていただきたくって、この曲をついつい選んでしまうんですが、私の歌の中でですね、カオリンと掛け声をいただけるような、そんな曲がございます。初めての方はなんだろうなと思われるかもしれませんが、もうめちゃめちゃ簡単です。もうすぐできます。サビのところで、どうしてどうしてどうしてわかってくれないのカオリン、いい感じです。ありがとうございます。言ってないなという方も見えますので、よろしくお願いしますね。ぜひ、本番さらに素敵なお声でいただければと思いますので、いいですか、はい、いいですか、もう一人ずついいですかとか言ってしまいそうですけれども、よろしくお願いします。では参ります。強がり姉妹、聞いてください。
はゆっくり寝れますもう皆さんのこのねパワーをいただき本当にありがとうございます。あっという間の時間も過ぎていってしまうんですけれども、ちょっとお知らせをさせていただければなと思います。ラジコで聞いていただけると思うんですが、STV ラジオ北海道のラジオ番組でございますが、こちらの、北海道23日から5日間、はい、毎朝です、ブランニュー演歌という番組があるんですけれども、そちらでですね毎朝私お話をしております。15分番組なんですが、毎朝同じものが流れるわけじゃないですよ、毎日違う、はい、お話をしておりますので、毎朝何時だったかな、5時5分起きてますか。あ、ラジコだから時間ずらしても大丈夫なのかな。そうですね、タイムフリーがあるから、ありがとうございます。5時5分起きてる方はぜひ起きてらっしゃる方はぜひ、はい、また後ほどね、タイムフリーとかでも聞いていただけるかと思いますけれども、ぜひお聞きいただければと思います。そして、大阪、私大阪とねいうお話しましたが、大阪でもですねイベントがございまして、10月1日なんですが、私のこの新曲雪晩歌、この曲を記念しましてのライブでございます。ありがとうございます。いっぱいねもう資料を、用意してくださいまして、私がすぐ忘れるから。そうなんです、もう本当にありがとうございます、助かります。はい、では今10月1日が大阪、はい、のライブ、これ記念してのライブで、私がずっと、長年同じライブハウスで定期的にライブをしていたんですが、そのライブハウスが実は、10月いっぱいで、閉めてしまわれるんですね。なので、私のホームグラウンドと言っていただいてた場所なんですけれども、そちらでのラストライブとなりますので、もしよろしければ大阪までお越しいただければなと思っております。よろしくお願いいたします。そして今お知らせくださいました10月26日、はい、南越谷はい、に、お伺いをさせていただきますので、またそちらも、はい、ちょっと遠い、大丈夫、近い、本当ですか、ぜひぜひ会いに来ていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。もちろん4時間かけて来ていただいても嬉しいですので、よろしくお願いいたします。もっと近いよもっと近いよ、ありがとうございます。ぜひぜひいろんな、ね、場所で、また、メディアでも皆さんにお会いできたらなと思っておりますので、またねこれから頑張ってまいります。それではラストになりますが、雪晩歌、早いね今日、でも時間は経ってるんですね。やっぱり好きな歌はあっという間です。もう朝まで歌いたい気分です。すごい反応してくださって、ありがとうございます。私一人になってると思う、その頃にはみんな帰っちゃうと思いますが、お時間いただきました、本当にありがとうございました。雪晩歌をもう一度お届けさせてください。この歌はですね、その力強さというのもあるし、その優しさだったりもあるんですけれども、やはり私の歌っていうのが最近ずっと低音が、ね、響くような歌がすごく多いんです、続いておりますので、前半部分っていうのがすごく低音が続いてます、はい、なのでこの低音を結構意識していただきたい。皆さんね、やっぱり高い歌だったら上の、ね、高音を意識しがちだと思うんですが、ぜひ私の歌は低音を意識していただく方がすごく魅力的になるんじゃないかなと思いますので、ぜひ歌ってくださる皆様は、はい、意識してね、参考にしていただければと思います。では聴いてください、雪晩歌。二人が暮らせる場所しない
塩の香りでした。ありがとうございました。はい、ありがとう。鈴木活気チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、塩の香りです。今日はですね、鈴木活気さんでキャンペーンをさせていただきまして、今キャンペーンが終わった直後でございます。皆さんに盛り上げていただきました、ありがとうございます。はるばる4時間かけてお越しくださった方や、2時間半かかったよという方もいらっしゃいました。そしてお近くの方も、駆けつけてくださいまして本当にありがとうございます。またぜひ鈴木活気さんにお邪魔したいと思っておりますが、今回、お邪魔したのは9月4日新曲が発売になりまして、そのキャンペーンでお伺いしました。タイトルが雪晩歌という、曲でございます。この曲はですね、女性の強さをすごく感じる一曲ではあるんですけれども、許されない恋、この恋を貫くぞという覚悟を持って、恋に挑んでいる女性の一曲です。その中で許されないからこそごめんなさい、許してくださいというような、そんな切ない辛い思いも、歌詞に乗せてお送りしてますので、ぜひですね皆さん、この雪晩歌たくさんたくさん聴いていただきまして、歌っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。また歌う時のポイントなんですが、この楽曲すごく低音の魅力を感じる歌だと思います。なので皆さん、高い高音を意識されがちなんですが、低音をこの曲は特に意識していただいて、響かせるような感じでもう堂々と歌っていただけるとすっごくかっこよくなると思いますので、ぜひチャレンジしてください。それでは塩の香りもこれから頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。